ワンダーランドへようこそ。二刀流プラサーファーの井上楓です。プラサーファーの井上さくらです。はい、GPSA 開幕戦始まりました。とりあえず今からチェックインしていきたいと思います。はい、チェックインしてきました。かなちゃんピンク色だね。はい、はい、同伴者同伴者で分けられてます。でとりあえず今から志田さんの隣で練習していきたいと思います。さあ、まもなくさくらちゃんのヒートでございますが、はい、あら、さくらの方自身、さくちゃんのインタビュー先に。なるほど。ということで頑張ってもらいたいと思います。でもさくらにはね、昨日と違ってだいぶいいよね、いいコンディションだよね。抜き足、差し足、忍び足だよね。30秒。セカンドプライオリティは1。
お疲れ様。すごい緊張。さくちゃん肩の力もわずか死ぬか。はい、お疲れ様です。一日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、全然乗れませんでしたね。あれは良くないです。はい、次の今日ねもう一回あるからね。はい、頑張って前半に決めましょう。超ヒヤヒヤでも。もう私も心臓止まるかと。今度はちゃんと乗ります。はいはい。でも後半ね、まあパーリングしそうだったらいいけどね、あれはやっぱりもうちょっと起きててからしっかりと乗り上げて、まあ、それでもこれはパーリングするなと、プライオリティはなくなったらいけないかな、最後もしっかりメイクしてね、バックアップ乗り換えてね、よかったけど、もうちょい電話に決めてください。はい、次はそうします。次頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ってー。皆様にメッセージを伝えてください。はい、次もあなたと一緒に頑張りますので応援よろしくお願いいたします。はい、ラウンド3第2位とトップ2日の井上桜選手でした。おめでとうございます。明日も頑張ってください。いいですね、礼儀正しいですね。お疲れ様、お姉ちゃんと一緒に頑張りました。ラウンド2、ラウンド3と見事1位通過をして明日のラウンド4につなげました。そしてね、明日は楓と姉妹対決、ね、明日はね、さくらが楓を倒すかもしれないということでね、はい、コーチの方はどっちやろうか悩んじゃいますね。とりあえずさくらと2人で勝ち上がれるよう頑張りたいと思います。どうでした？かなり難しそうでしたけども。1ヒート目はなんか波なのか波じゃないのかなと思ってたけど、その次のヒートなんかもっと波じゃないのかね、ぐちゃぐちゃでね、ラウンド3はひどかったです、すごくね。なんかもう勝負ブレイクのねフィン引っかかるようなところだったんですけど、明日なんか朝一もうちょっと良いみたいなんでね、とりあえず僕が先に出番あるので、皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。でその後に女子のラウンド4があると思うので、さくらと2人で頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。それではまた明日、バイバーイ。